ラファエル・ナダルは ATP ツアーで最も尊敬され、威厳のあるテニスプレイヤーの一人として広く知られています。彼が冷静さを失ったり、乱暴な振る舞いをしたりすることはほとんどありません。ラケットを投げるなんてもってのほか、アンパイアに食ってかかるシーンも珍しいほどです。しかし、そんな誇らしいスポーツマンシップを持っているナダルにも、確執を抱えている審判がツアーの中に一人だけ存在します。それがブラジル出身のベテランアンパイア、カルロス・ベルナルデス。ベルナルデスは下したジャッジが元で、コート上で何度かナダルとバトルを繰り広げたことで有名です。それもナダルからもう二度と自分の試合をジャッジしないでくれと言われて、本当に数年間ナダルの試合から遠ざけられたぐらい深刻なレベルでです。普段は温厚なナダルがマジ切れしてしまうほどのジャッジとは一体どのようなものだったのかということで、今回はナダルがベルナルデスから受けた理不尽なジャッジを3つ紹介させていただこうと思っています。はい、こんにちは、モリスです。自分はこの他にもプレイ解説や掲示板で話題になっているニュースなど、皆さんが喜んでくれる動画は何なのか一生懸命考えながら作ってますので、チャンネル登録やいいねボタンで応援してくださるととてもありがたいです。はい、では早速やっていきましょう。2010年シーズンはナダルの偉大なキャリアの中でも最も成功したものと評価される素晴らしいシーズンでした。ナダルはテニス史上初めて同じ年に3つの異なるサーフィスで行われたグランドスラムで優勝することに成功。加えてシングルスでキャリアゴールデンスラムを達成した史上2人目の選手ということになり、まさに誰も手がつけられない状態でした。ちなみにこの年はジャパンオープンも優勝しています。そんな最強無敵状態のナダルがシーズンの締めくくりとして登場したのが2010年 ATP ファイナルズ。選ばれしい選手しか出場できないこの威厳ある大会で、ナダルは審判のベルナルデスと激しいバトルをすることになります。その事件が起きてしまったのはラウンドロビンで行われた第3戦のベルディヒ戦でした。ゲームカウント 5-6、 15オールというお互いに譲らない展開。このポイントでバックサイドに走らされたベルディヒのボールがベルナルデスのオーバーコールによってアウトと判定されました。しかしラリーを中断され納得がいかないベルディヒがここでチャレンジを要求します。そしてなんとこれが成功してしまったんですよね。最終的にこのラリーはベルディヒにポイントが与えられることになったんですけど、ナダルはこのジャッジに怒り心頭になりました。なぜならアウトとコールされた後、ナダルはちゃんとボールを返球してベルディヒサイドのコートへ入れており、本来だったらボールに追いついているためポイントのやり直しにするのが普通のセオリーだったからです。ナダルにとってみればベルナルデスのミスジャッジのせいでラリーを強制的に中断され、挙句にポイントまで失ったことになるので、彼は審判台まで近寄っていきベルナルデスへ不満を爆発させます。スーパーバイザーまで巻き込んで直談判し、プレーしたくないと、珍しく感情を表に出したナダルだったんですけど、結果的に試合は 7-6-6-1 で、ベルディヒに勝利という形になりました。どんな優秀な審判にもミスジャッジっていうのはもちろんありえるんですけど、なぜこの時ベルナルデスがポイントのやり直しをしなかったのかは不明です。そしてこの試合をきっかけにナダルとベルナルデスは確執を抱えるようになっていきます。2018年はナダルにとって怪我に苦しむ年でしたが、この年も例外なくナダルはフレンチオープンを優勝、世界王者の座を奪還することに成功するんですけど、その次に開催されたグランドスラムウィンブルトンの2回戦でクックシュキンと対戦した時に、ナダルはベルナルデスにある警告を取られてしまい話題となります。それはタイムバイオレーション。ナダルがいくつも複雑なルーティンを持っていることは皆さんご存知だと思います。ペットボトルの位置を正確に決めたり、プレー以外では絶対にラインを踏まなかったり、コイントスの後に全力疾走したり、顔を撫で回してからサーブを打ったり、ナダル自身がプレーとプライベートを分ける大切な儀式なんだよっていうふうに力説するほど、彼にとってこれらのルーティンっていうのは試合を遂行するために、絶対必要不可欠なものっていうふうにも言えるんですけど、それが原因でポイントの合間に、異様なほど時間がかかってしまい物議を醸すっていうこともナダルはしばしばあります。そしてベルナルデスは試合前のウォームアップに、お前時間かけすぎだっていう理由でナダルにタイムバイオレーションを与えました。しかも第2セットと第3セットにもナダルへタイムバイオレーションを宣告します。
この後理由については詳しく触れますが、しばらくの間ナダルの試合を謹慎処分っていう扱いになっていたベルナルですが、ためらいなくナダルに向かってタイムバイオレーションを取ったっていうこともありまして、このベルナルデスの肝っ束めっちゃでかいなっていうことが証明されたエピソードでもあると思います。2015年のリオオープン、ベルナルデスとナダルはこの大会で一気に険悪な仲へとなりまして、2人のバトルに親元である ATP が介入してくるという、多くの人間を巻き込んだ重大な事件が起きてしまうことになります。ことの発端っていうのはナダルとクエバスの試合で起きました。試合はフルセットまでもつれるんですけど、ナダルはトイレットブレイクで着替えた際に間違えてズボンを反対に履いてきてしまったことに気づき、ベルナルデスに外でちょっともう一回着替えてきてもいいかなっていう感じで尋ねたんですけど、ベルナルデスはこれを許しませんでした。しかもコート上でそのまま履き替えなさいと、むちゃくちゃなことを言い出してですね、結果的にナダルはチェンジコートの際に腰へタオルを巻いてズボンを履き替えるっていうちょっと珍しい瞬間っていうのが起きてしまいました。もちろんトイレットブレイクの時間っていうのはルールで決まっていまして、ベルナルデスのジャッジっていうのはもちろん何も間違っていなくて、なんならね、逆さまにズボン履いてきちゃったナダルの方が悪いとも取れるんですけど、その逆さまにねズボンを履いているナダルを見てベルナルデス笑っちゃったりですとか、ちょっとこういう態度がナダルにとってお前失礼だろっていう感じでナダルは感じていたみたいでして、結果的に口論にまで発展する事態になっていました。しかし2人のドラマっていうのはこの試合だけでは終わりません。クエバスに勝利したナダルはその次ボニーニと準決勝で対戦することになるんですけど、この試合でベルナルデスはかなりタイトに時間を計ってナダルに2回もタイムバイオレーションを警告します。これにより前回の試合から慕っていたナダルのイライラっていうものがここで爆発します。とうとうコート上でもう二度と私の試合を審判しないでくれ、あなたはツアーの中で最も私の足を引っ張り試合中にプレッシャーをかけてくるアンパイアだ、個人的な恨みっていうのはないけどもううんざりなんだよ、というふうにベルナルデスに向かって猛批判します。試合もフォニーニに敗北してしまい、ナダルにとっては散々なリオオープンとなってしまいました。もちろんこのナダルのベルナルデス批判っていうのはこうやってマイクに音声もしっかり拾われていたっていうこともありまして、多くのマスコミが反応したわけなんですけど、フレンチオープンで開かれた記者会見でナダルが実際に私の試合でベルナルデスが審判しないように ATP に要請したっていうことを自分で認めたっていうこともありまして、もはや問題っていうのはナダルとベルナルデスだけでは解決できないレベルにまで亀裂が入ってしまい、 ATP も巻き込んだ大きな騒動へと発展していきます。そしてナダルが語ったことっていうのは現実になってしまいます。ここから数年間ベルナルデスはナダルの試合のジャッジから外されることになりまして、この ATP によるナダルへの特別待遇とも取れる対応は他の選手からの反感を買うことになります。フェデラーとワウリンカは特定の選手に有利になるようなことは絶対やめるべきでしょっていう風にコメントしまして、ジョコビッチも自分には好きな審判と不利なジャッジをしてくる審判っていうのが自分にとっても存在するけど、それを選べるっていうのはちょっと不公平なんじゃないかなっていう感じの発言もしています。ナダルに対してタイムバイオレーションを宣告する審判っていうのはすごい珍しいです。大物選手にね物怖じせずにジャッジしたベルナルデスっていうのを、だから試合から外すっていうのはかなりの特別待遇なんじゃないかなっていう風にやっぱり感じちゃうトップ選手っていうのがたくさんいたっていうことなんですけど、今ではベルナルデスの謹慎処分解かれています。彼はナダルの試合もジャッジしているんですけど、温厚なナダルっていうのをねここまで怒らせた審判、後にも先にもベルナルデスだけじゃないですかね。はい、というわけで最後まとめていこうと思うんですけど、審判って大変な仕事ですよね。やっぱり他のスポーツとは違いまして、選手からのフラストレーションっていうのをああやってコート上でね一人で全部裁ききらなきゃいけないっていうテニスのアンパイア、かなり大変な仕事だと思います。そしてその中でもベルナルデスは特別なんかトラブルに巻き込まれがちな審判だよねっていう印象が、多分テニスファンの間ではあると思います。去年のマイアミでもキリオスがラケットを破壊しまくって罰金を食らった事件っていうのがありましたけど、あの試合ジャッジしていたっていうのもベルナルデスでした。コロナによってシーズン中断したのをきっかけに自動でねラインジャッジしてくれる技術っていうのもどんどん導入されてきて、後継の主審の育成っていうのが、問題視されているっていうのが今あると思うんですけど、ベルナルデスはその中でもやっぱり貴重な人材、ベテランアンパイアだと思いますので、長く審判続けてほしいなっていうふうに個人的には思っています。
はい、ではこの動画が面白いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録やいいねボタンで応援してくださるととてもありがたいです。あとはニュースサイトやツイッターの方もぜひよろしくお願いします。チェックしてみてください。はい、ではありがとうございました。